ロコ本介護士のつぶやき、始まり始まり。今日のお話はロコ本介護士のポンコツ日記2っていうお話。いつもいつもやってしまうんだけどね、まるまるさんコーヒー飲まれた？って聞かれて、出したっけ、出したような気もするけど出してないかも。出したのって昨日だっけ、いやさっきだったか、食器下げちゃっただけかも。記憶力に自信がありませんので、私の記憶を信用しないでくださいと同僚には言ってるんだけど、毎日同じ業務をパートですのでね、やる人の運命ですね。忘れそうなことはチェックシート書いてます。しかし書く前に聞かれるとパニクります。皆さんはこんなことある？こんな時どうしてる？ロコ本スリッパ届きました。心がウキッとしますね、という介護士さんのつぶやきです。インスタグラムにコメントいただいております。一気に読ませていただきますね。わかります、重要なことは覚えてるんですが、些細なことを突然聞かれると記憶を辿るのに時間がかかります。焦ると余計に出てこない、というコメントいただきました。カエルがアイコンのインスタグラムの方です。どうもありがとうございます。イラストは今日もこのような企画でした。それではまた。